ポーランドの走行列車、シミアウィ走行列車とは、武装を施した列車、鉄道車両の総称である。鉄道路線を利用する兵器として、第一次世界大戦及び第二次世界大戦で盛んに使われた。鉄道網は補給上の重要な施設であり、その防衛は、戦線の維持にとって必要不可欠なものである。パルチザン、レジスタンスといった反抗勢力にとって鉄道は、 格好の目標となるため、その防衛の観点から生み出された。特に、ヨーロッパ、ロシアなど鉄道網の発達した地域、南北戦争時のアメリカや中国など他に、有利な移動手段のない地域で有益な兵器であった。また、列車の搭載能力を活かして、不評、砲兵、対空砲兵、砲兵、軍医、高性能通信機を装備した通信兵、場合によっては、 軽戦車や走行車までも必要物仕込みで一度に運搬することが可能であり、小規模ながらも諸兵科を統合した独立作戦部隊としても機能する。走行列車は鉄道網の発展とともに発展した。南北戦争や防和戦争で本格的に使用されるようになった。初期のものは編成も短く比較的武装も貧弱で、走行も薄いものが多かったが、 次第に重武装化されていった。第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけての基本的スタイルは蒸気機関車を改造し装甲を取り付けて防弾性を増した装甲機関車で同じく装甲を取り付けて丈夫にした貨車を牽引し、その貨車には対空砲座、回転式砲塔ロケット発射機などの武装を取り付けたものが多かった。しかし、以下に挙げる理由から、 第二次世界大戦を最後に主要国の装備から姿を消した。近年では、機関車にディーゼル機関車を利用したものや、司令本部の機能を持った貨車などもある。また、アフリカなどでは、一両のモーターカーからなる、簡易走行鉄道車両や、通常の送輪式走行車で、線路上を走行できるようにしたものなどが、タイゲリラ用兵器、ボート鎮圧用車両として用いられている。 南アフリカ共和国の走行列車ロシアソビエト、連邦社会主義共和国の第6走行列車ポーランドの走行列車、ダヌッタポーランドの走行列車、バルトシュグーバツキの走行機関車、ルノー f t 1 7軽戦車を搭載した、ポーランドの R 型走行列車スロバキアの走行列車、フルバン。ありがとうございます。